2022年12月に日本とイギリスとイタリアとの3カ国での共同開発が、正式なアナウンスを行った次期戦闘機の開発のついては、みんなももう知っているよね。GACP グローバルコンバットエアプログラムとの計画名も明かされ、本格的なフェーズへ入っているやつだな。3カ国の共同開発なんてワクワクする計画だから、期待しちゃうのも無理はないよね。さて今回はそんな3カ国共同開発計画の GACP について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。すでに2021年の終盤頃までに当時はこの GACP グローバルコンバットエアプログラムという計画名称は未定だったとはいえ、日本とイギリスとの間での機関部やアビオニクス類の協業関係は顕在化していたことが明かされていたよね。それでもことにその対象が戦闘機というケースではこれまでの太平洋戦争後の日本は、アメリカという唯一の軍事同盟国との協調を最大の前提としており、それはもはや自明の利とでも形容すべき分野であったんだ。そのため、今後開発される次期戦闘機が代替する対象機である F2 戦闘機についても、現ロッキード・マーチン社が擁する F16 ファイティング・ファルコンをベースに開発を行った機体であり、同社の技術供与は揺るがないと見る向きが多数を占めていたな。また一部には F2 戦闘機の時に最大の懸念点として、その現ロッキード・マーチン社との共同開発が行われた原因と目された機関部の重国参加について、IHI 社製の試作機 XF91 が2018年に防衛装備庁への納入を果たしたことから、悲願の準国参加を支持する声も聞かれたぜ。しかし今や自国の技術のみで新型の戦闘機開発を遂行できるだけの基盤を確保することや、軽く超単位の開発費が想定される時代にあっては、個人的には日本が次期戦闘機開発を準国参加で成し遂げることには懐疑的な考えを持っていたんだ。そのため現行の F2 戦闘機でも共同開発を行い、また最新鋭のいわゆる第5世代戦闘機たる F35 ライトニング2も日本は総数でこれまで247機の調達を決定している状況からは、それを有するロッキード・マーチン社の主体的な参画は揺るがないと見ていたってわけ。しかしそうした推察は大きく外れ、日本は F2 戦闘機の代替機を GACP グローバルコンバットエアプログラムにて調達する方向に舵を切り、ロッキード・マーチン社はそれらに随伴する無人航空機等の分野への関与にとどまる方向と目されているね。ここ近年の航空自衛隊での採用された戦闘機の変遷を思い返してみても、F4 ファントム、F15 イーグルがアメリカ製の機体のライセンス生産、F2 戦闘機が共同開発、F35 ライトニング2が完成品の購入及び国内での最終組み立てとアメリカ依存の傾向は揺るぎなかったよな。ことにいわゆる第5世代戦闘機として西側諸国での市場を事実上独占しているロッキード・マーチン社は、アメリカ空軍専用の F22 ラプター、アメリカの同盟国やそれに類する国々に F35 ライトニング2を供給してその地位を盤石のものとしている感もあったぜ。アメリカ空軍の次世代戦闘機開発計画として NGAD ニュージェネレーションエアドミナンスも本格始動することが打ち出されているけど、ここでの開発主体もやはりロッキード・マーチン社が優位性を発揮すると思われるよ。ちなみに日本、イギリス、イタリアによる GACP グローバルコンバットエアプログラムも、アメリカ空軍による NGAD ニュージェネレーションエアドミナンスも、計画名からも伺えるように戦闘機単体での開発は試行していないぜ。その計画の中に有人戦闘機の機体開発という内容は含まれて入るものの、合わせてそれらが完成し随伴をさせる無人航空機を含めた航空システムの構築を目的としており、有人戦闘機はツールの一つという形に位置づけられているからな。そのためロッキード・マーチン社も、GACP グローバルコンバットエアプログラムにおける、無人航空機の分野に対する関与は継続する方針であるとみなされており、今後の続報が待たれることは言うまでもないと思うぜ。さて日本、イギリス、イタリアによる GACP グローバルコンバットエアプログラムだが、公式な進捗についての情報は、2022年末の共同開発の各国政府間の公表以来、かなり少ないことは否定できないんだよね。一時期は GACP グローバルコンバットエアプログラムにおける、
日本イギリスイタリアの3カ国の開発費用の安分比率が2:1になるとの観測もイギリスのロイターなどで報じられたこともあったけど、イタリアによってすぐに否定されたんだ。また GACP グローバルコンバットエアプログラム開発の主体を担う拠点をイギリスのロンドンに置き、専用のベンチャー企業を通じて開発自体を行うとの報道も見受けられたが、その後の追加情報もあまり見当たらないな。そんな中でこの202年6月13日に GACP グローバルコンバットエアプログラムに向けた機関部開発についての情報を、イギリスで同プロジェクトの主管を担う BAE システムズ社がわずか30秒強の映像であるが YouTube などに公開したよ。今回の情報によれば BAE システムズ社は、機関部以外にも搭乗者の緊急脱出装置や、2027年までに実証機の製作を行うことを表明しており、このタイミングでのこうした内容のアナウンスが何を目的としているのかは判断がつきかねる状態だと思うんだ。ちなみに GACP グローバルコンバットエアプログラムに関しては、イギリスは機体本体や全体の統括を BAE システムズ社が、機関部をロールスロイス社が、アビオニクス類をレイナル UK 社が担当する体制となっているぜ。日本の場合は機体本体や全体の統括を三菱重工業社、機関部を IHI 社、アビオニクス類を三菱電機社が担当。イタリアの場合は機体本体や全体の統括、さらにアビオニクス類をレオナルド社、機関部をアビオエアロ社が担当することが表明されているな。GACP グローバルコンバットエアプログラムは、その代元とも言えるテンペスト計画ではイギリス、イタリア、スウェーデンの参加で推進されていたけど、今後はスウェーデンも再びこれに加わる可能性も指摘され始めているね。元々のテンペスト計画と同様に GACP グローバルコンバットエアプログラムも、いわゆる次世代戦闘機本体の開発も包括していることから、それはいわゆる第6世代戦闘機の開発を目指すプロジェクトであるとの認識も多かったみたい。しかし日本の次世代戦闘機開発に対する技術供与からかなりあっさりとロッキード・マーチン社が身を引いた理由の一つには、それらはアメリカ側が志向するいわゆる第6世代戦闘機の資質を備えていないと判断されたためとも言われているぜ。こうしたいわゆる大丸世代という区分そのものが、実際に生産された機体の特性を鑑みて後付けで分類する性格のものであることは事実で、そもそも第6世代機の要件はさらに高度な機体自体のステルス性、随伴駆逐航空機の完成、高度なネットワーク化などが指摘されて入るな。しかしこれらの要件自体もいわゆる第5世代機の F-35 ライトニング2でも、今後のアップデート次第で十分にカバー可能な能力とも思え、あながちアメリカ側が GACP グローバルコンバットエアプログラムを次世代とみなさないという見方も的外れとは言えない気もするんだよね。それでもいわゆる第4世代戦闘機の走りとしてアメリカが開発した F-15 イーグルや F-16 ファイティングファルコンの最新型が、限定的なステルス性能や飛躍的に強化されたアビオニクス類の装備で第 4.5 世代と評されている事実は示唆的に思えるぜ。すなわち GACP グローバルコンバットエアプログラムでは、F-35 ライトニング2の生産にも大きな関与を果たした BAE システムズ社が主体的な役割を担うことで、少なくともそれを 5.5 世代相当の機体に仕上げる可能性は高いんじゃないか？それが実装されれば、今の F-35 ライトニング2では困難だった。日本やイギリスやイタリアが自由に自国の必要性に照らして回収を行う自由度は増し、実際に完全に次世代機となる機体については再度アメリカからの調達も今後検討する余地を残せば良いのではとも感じるよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。最上型護衛艦は今までの護衛艦と打って変わった形状をしているよね。ステルス性を重視して設計されたステルス艦って感じだよ。全体の形は、レーダー反射面積 RCS イコールレーダークロスセクションを小さくするため、船体や上部構造を単純平面化しかつ反射波が上方に向くよう傾斜がつけてあるぜ。また従来甲板上に露出していた闘病装置類などの装備は艦内に収められているな。この形状は世界の艦艇の主流となっているんだよね。だから、
最上型がこの方式を採用したのは世界では早い方とは言えないんでしょ？さて今回はそんな最上型護衛艦の性能と役割について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。まず RCS についてだけど、RCS というのは、敵のレーダーからの見つかりにくさを示しているんだ。RCS を下げる方法は反射波を相手レーダーに向けないか、電波を吸収して反射しない方法があるよ。最上型は反射波を相手レーダーに向けない方法で RCS を下げているな。電波吸収素材の使用や電波吸収塗料を塗布することでもある程度のステルス性得られるだろうが維持も大変だぜ。日本のステルス艦としてはアブクマ型護衛艦を最初のステルス対応護衛艦とする人もいるんだけど、最上型が最も単純平面化した形状になっているんだ。といっても最上型の船体は上甲板から下は以前の艦艇同様に、敵のレーダー波を海面方向に反射する逆台形の形状になっているね。海面方向に反射されたレーダー電波はまた海面に反射されて敵艦のレーダーに届くが、これに対し、アメリカの世界最大の駆逐艦ズムボルト級ミサイル駆逐艦は喫水線から上が台形で、敵レーダー波は全てが上方に反射されるぜ。ズムボルト級は対地攻撃を目的として設計されており、敵地に近づく必要があり、艦艇レーダーより高い高地に設置され遠距離まで捜索できる強力なレーダーに対してもステルス性を発揮できなければならないんだが、ズムボルト級は平面を組み合わせた船体形状で、RCS を在来型水上艦の50分の1程度に低減したとされているな。最上型護衛艦は、全長133メートル、全幅 16.3 メートル、排水量3900トンで、最大速力は約30ノット約 55.6km/h 以上とされていて、エンジンは海自護衛艦として初めてガスタービンとディーゼルを併用する COBAG 方式のエンジンとなっているよ。低速及び巡航速度ではディーゼルで高速ではガスタービンを併用し、出力は7万 PS だね。次に最上型の武器などについて見ていくんだけど、前方から62口径5インチ砲 ×1 機、マーク、41VLS 装置 ×1 式追加装備を予定、水上発射艦 HOS303-324mm 3連装単魚雷発射艦 ×2 機、水上艦用機関銃火遠隔操作型 RWS ×2 機、JAF ロケットシステム ×1 機、艦対艦ミサイル SSM 装置 ×1 機、対艦ミサイル防御装置近接防空用シーラム ×1 機が搭載されているんだ。62口径5インチ砲の主砲は、62口径5インチ 127mm 砲を軽量の単装砲塔と組み合わせた砲で、名称はマーク45モド4で、海上自衛隊はこれを日本でライセンス生産を行い62口径5インチ砲として採用しているよ。62口径5インチ砲の砲身長は 7.874 メートル 62×127mm で、砲塔は耐水構造のアルミニウム合金製、砲重量は約29トン、自動装填により完全無人化されているね。初速は、新品状態で808メートル毎秒、射程は 37km、発射速度は16/28毎分で、ステルスマストに装備されているフェイズドアレイレーダー OPY2 が主砲射撃管制にも使用されるんだ。次にマーク。41VLS 装置は追加装備が予定されていて、具体的にはシンガポール海軍のフォーミダブル級フリゲートのような感じになるとされており、VLS をレーダー遮蔽板で囲い、ステルス化してあるみたい。そして水上発射艦 HOS303 は2段積みにされた3本の発射艦、旋回装置、発射装置などで構成され艦の両舷に設置されていて、重量 320kg、全長 2832mm の97魚雷、ヒトニー魚雷やアメリカのマーク、46魚雷を発射でき、魚雷は発射管の後尾にはめ込まれた球形の金属管アキュムレーターの空気圧によって射出されるんだ。水上艦用機関銃火遠隔操作型 RWS は 12.7mm 重機関銃を装着したものだな。銃火は固定式だが、機関銃は通常は艦内に格納されており、この装置は既存の 12.7mm 機関銃銃火を自動化し、操作員が見張り、装填、
射撃を一人で原則に出ないでもできるように省力化されているぜ。遠隔射撃ができるだけでレーザー測距儀や自動追尾装置、ビデオ映像を保存する録画機能も付加されていないみたいだね。本来 RWS は水上艦艇の近接防御のためのシステムで、両舷の2機だけでは360度の近接防御は不可能となっており、特にこの配置では後方は死角になっているぜ。近接防護用でありながら、後方から高速で自爆ボートなどが来たような場合対応できないだろうな。艦の後方には対艦ミサイル防御装置近接防空兵器があるんだけど、短距離用ミサイルしか搭載していないみたいだしね。ジャフロケットシステムは攻撃機や対艦ミサイルなどの攻撃に対し、飛来するミサイルの誘導装置や敵型のレーダーに対して時間の位置を不明瞭にするために発射されるよ。電子戦支援 ESM システム、レーダー警報受信機などと連動して、脅威を探知すると同時に、ロケットが発射され、ロケットがアルミニウム箔や金属ワイヤーなど着というを空中散布するんだ。ジャフロケットシステムはマーク、137発射機 ×2 機両舷に各1機とマーク、164制御盤、肉、160電源装置などによって構成されていて、6発のロケットを挿入できるんだけど、装填は人力で行うようになっているんだって。SSM 装置は、艦の中央に配置され、左舷及び右舷を向いた人7艦対艦ミサイル SSM に4連装発射等2機及び、攻撃管制用の艦対艦ミサイル艦上装置3両 SSMS3 で構成されているぜ。SSM 装置はミサイルを最大8発搭載でき、ミサイルは、全長5メートル、全幅 0.35 メートル、ミサイル重量 700km、射程 400km です。推進方式は固体燃料ロケットモータ ー, ブースタープラスターボジェットエンジン巡航用で、誘導方式は、中途工程管制後方装置 INS、全地球測位システム GPS、終末工程アクティブレーダーフォーミング ARH となっており、陸上自衛隊の人に1対艦誘導弾をベースとして開発され、目標座標を入力すれば地上目標の精密打撃も可能なため、有事には地上部隊支援のための対地攻撃用としても使用できるらしいな。対艦ミサイル防御装置はイージス艦の区域防空や艦隊防空及び搭載予定の VLS による固艦防空をくぐり抜けて、飛来する対艦ミサイルを最終防衛ラインとして迎撃する近接防御武器システムだね。使用するミサイルはリム116ラムで、ミサイルは FRP 製キャニスターに入れられた状態で供給され、人力により発射機に装填されるよ。対艦ミサイルの飛来を、艦艇のレーダーや ESM 電子戦支援装置、光学赤外線装置などで探知すると、目標データをミサイルに付与して、発射機が敵ミサイルの飛来方向に向けられ、ミサイルが発射されるんだけど、以後は艦艇からの誘導を必要とせず、自立飛行して目標に向かうから、他の目標に向け、次のミサイルを発射することも可能なんだ。全長 2.82 メートル、弾体直径 12.7 センチメートル、翼幅 44.5 センチメートル、射程 9.6 キロメートル、重量 73.6 キログラム、弾頭、爆風破片作薬、誘導方式中間誘導パッシブレーダーフォーミング、終末誘導赤外線フォーミング、速度マッハ 2.5 となっていて、発射機は11連装で、複数目標に対処でき、発射機自体が補足レーダーや赤外線センサー、電波探知装置を備える独立完結したシステムだよ。また、SH-60 軽哨戒ヘリコプターなんだけど、このヘリコプターは SH-60J をベースとして開発され、改良点は高性能ローター、キャビン拡大、着艦誘導支援装置、戦術情報処理表示装置、高性能ソーナーが装備されていて、全長 19.8 メートル、メインローター直径 16.4 メートルとなっているね。そして無人航走体 UUV である OZZ-5 は全長約4ム、全幅 0.5 メートルで、重さ 900kg となっているよ。OZZ-5 は、ステルス機雷など探知しにくい機雷を自動探知する高周波合成海溝ソーナーと、海底に埋没した機雷を探知する低周波合成海溝ソーナーが搭載されていて、2周波の合成海溝ソーナーを同時搭載した水中無人機は、
本気ガセ開発なんだ。無人水上艇 USV は無人高層体 UUV と連携して行動することになっているぜ。また、最上型は監視対戦ソーナーが廃止され、ソーナーは OQQ25 に一本化されており、OQQ25 はパッシブ機能とアクティブ受信機能を併用でき、可変ソーナー VDS と受信アレイ TASS から構成されていて、アクティブでは VDS から音波発信して TASS 側で得られた音源を受信するらしいな。大機雷専用ソーナーは艦の最下部に、簡易型機雷敷設装置は艦の最後尾にあるね。複合作業艇は内否定と通称されていて、船体側面のハッチを開き、固有のクレーンで上げ下げされるよ。最後に出雲型護衛艦の役割についてなんだけど、最上型護衛艦は、増強著しい中国軍の海洋進出、特に台湾や南西諸島への侵攻機とに対処するため、我が国海上防衛の一端を担う次世代型多目的フリゲートだね。最上型の護衛艦艦艇記号 FFM は新設されていて、対空対艦、対戦対機雷戦など多様な戦闘任務を遂行する多機能護衛艦フリゲートマルチパーパスマインの略称となっているよ。最上型は、沿岸警備を行い、対戦戦や対空戦、対水上戦など従来の護衛艦の機能を備え、対機雷戦機能を持つ護衛艦ってわけだな。現在の日本の防衛戦略で喫緊の課題となる当初防衛に投入する新型艦艇だぜ。電子装備はヘリ空母出雲型以降の護衛艦潜水艦から採用されている標準システムと同じで、戦術データリンクは新型のリンク22ナトー規格を搭載しているから、当然だけど他の艦艇との連携ができ、通信用アンテナは、マスト頂き部の棒状の NORA50 複合アンテナに組み込まれ、このアンテナには電子光学センサー OAX3 複合センサーも入っているよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。今年の護衛艦出雲加賀の改修工事に52億円がかけられ、F-35B 戦闘機艦載へ向けた空母化計画が進んでいることを、みんなは知っているよね。やっぱり現代において短距離離陸垂直着陸機のステルスは必要不可欠だよね。何にせよ、多額のお金をかけるんだからバッチリ仕上げてほしいよね。そうだね。さて今回はそんな護衛艦出雲加賀の改修工事について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。2022年末の安全保障関連3文書の改定と閣議決定を経て、2023年度の日本の防衛予算案は6兆8219億円となることが決定しており、この額は2022年度と比較すると約 26% 以上の増加額となっているよ。さらに2023年度から2027年度までの累計防衛予算額は、現時点でも約43兆円を超過すると予想されており、この金額をベースに各種防衛装備品を調達するとともに、その配分が図られていくんだって。その予算内で国産の人に意識地対艦誘導弾の能力向上型や当初防衛用の高速滑空弾、そしてアメリカからのトマホーク巡航ミサイルの導入など、長距離攻撃を可能とする調達兵器の是非がマスメディアなどでも取り沙汰されているよね。こうした長距離攻撃可能なミサイル類の性能を理由に、かつては敵基地攻撃能力と捉えられてしまい、専守防衛を掲げる自衛隊が保有してはならない攻撃的兵器だという認識が批判する側の意識の根底に根付いていたからな。そのような意識を日本国民から払拭させようという狙いから、政府はこれらの長距離ミサイルを、スタンドオフミサイルと言い換え、しかも反撃能力と呼称することで国民を納得させて政治的に乗り切ろうとしているよ。そんな中で反対派の大批判の渦中にいたのが、海上自衛隊が持つヘリコプター搭載護衛艦 DDH の出雲型2隻であり、航空母艦を彷彿とさせる全通甲板の口径は一番艦出雲の収益時から共産系メディアの攻撃の的となっていたんだ。出雲型護衛艦の収益は一番艦出雲が2015年3月、2番艦の加賀が2017年3月となっており、この当時は反対派からすると事実上の航空母艦であり、自衛隊が保有を禁じる攻撃的装備だという批判が絶えなかったってわけ。
確かに出雲が収益を果たす前の2013年7月、共産系メディアが出雲型は、短距離離陸垂直着陸 STOVL を可能とするロッキード・マーティン社製の F-35 ライトニング 2B 型の運用を視野に入れていると報じていたね。当時の防衛大臣だった小野寺氏は、この報道を受けてその内容を否定しており、今、思い返せば世論の反発を危惧して、できうる限り水面下で計画を進めようとしていたんだろうね。現状、出雲型護衛艦の空母化計画も2023年度の防衛予算案として決定を受けて、本年度分としては約52億円の回収費が組み込まれており、日本を取り巻く悪の枢軸国に対する安全保障対応は現実的な方向にシフトしていっていると言えるよ。出雲型護衛艦を航空母艦化することが功となったのは、2016年末に航空運用能力向上に関わる調査研究を募った以降であり、この委託業務は、出雲型護衛艦2隻の建造を担うジャパンマリンユナイテッド社が勝ち取ったね。その調査研究では従来、回転翼機の運用能力のみ付与されていた出雲型護衛艦に対して、無人航空機や F-35 ライトニング 2B 型など固定翼機の運用が公に検討される運びとなっていたんだ。2017年末には防衛省が航空自衛隊の装備品として、従来の F-35 ライトニング 2A 型だけでなく、B 型の取得も検討中であることが伝えられ、出雲型護衛艦の航空母艦化はこのあたりから具体的に進んでいったってわけ。そして、2018年末の防衛計画の大綱では、これから航空自衛隊が保有する戦闘機運用の柔軟性をさらに向上させるがごとく、必要に応じて既存艦艇から STOVL 機が運用できるように考えていることが国民にも明かされたね。同時期に防衛計画の大綱の内容をより具体的に記述した中期防衛力整備計画においては、STOVL 機を運用するための既存艦艇として考えられているのが出雲型護衛艦であると明記されたことにより、その方向性を決定したよ。2013年7月の共産系メディアによって、出雲型護衛艦の航空母艦化の可能性が報じられたことを振り返ると、実に5年以上の歳月を費やして徐々にその実現を図っていたことが浮き彫りとなり、何事にも段取り八分というのは大事だよね。2018年末の中期防衛力計画により、出雲型護衛艦の航空母艦化が明記されたと入っても、同艦は回収後も従来の任務を継続すると伝えられたため、対潜哨戒用の回転翼機を運用する欲張りな手法を取ることが明らかとなったんだ。また自衛隊が保有を禁じられていた攻撃的兵器の具体例にも変更がないことが強調され、一応その具体例とされる兵器は長距離爆撃機、大陸間弾道弾ミサイル、航空母艦であるが、出雲型護衛艦は攻撃型の航空母艦ではないという認識を政府は示したよ。この当時出雲型護衛艦は航空母艦化回収後も、区分的には攻撃型ではないから自衛隊が保有することは問題ないとする理論は、日本国内では政治的な解決策として意味を持つかもしれないけど、当然のように中国等はそれを見逃すことなく日本が攻撃的軍艦を持つと示唆したんだ。しかし、自衛隊の存在自体を軍隊ではないと規定している日本の体制を、諸外国が認めているか否かという根源的な問題にも発展するかもしれないけど、対外的にも日本のへ理屈を真剣に受け入れる国家は皆無と言ってよいだろうね。日本の国内において、いつまでこのような政治的なレトリックが続くのかと理解できないが、ロシアのウクライナ侵攻を目の当たりにした2022年2月以降、日本国内でも反抗戦力を持つべきとする見方は確実に増えているはずだよ。その反抗戦力となりうる出雲型護衛艦の航空母艦回収において、1番艦の出雲が2020年度から、2番艦の加賀は2021年度から予算上も含めて、確実に着手されており、これは自衛隊で定められた両艦の5年ごとの大規模な定期点検に合わせて実施されているよ。この航空母艦化改修は2度にわたって大規模点検に合わせて実施され、次は出雲が2024年度から始まり、2026年度内に完了するのに対して、加賀は2026年度から始まり2027年度に完了するとされているんだ。
本来は1回目の航空母艦化改修工事で出雲から先にしようとしていた点として、外観上に見える大きな変更点である飛行甲板の拡幅と、それによる艦首部分の形状変更は行われず、これは2回目に実施される予定だね。逆に香川現在進行形で実施中の1回目の改修工事において、この飛行甲板の拡幅とそれによる艦首部分の形状変更がすでに完了しているため、2回目の改修工事は期間が短くなると見られているよ。現在の航空母艦化改修の日程から想定される実際の稼働としては、出雲が2027年度、加賀がそれに若干遅れる形だろうと見られ、現時点からは少なく見積もっても3年ほどの期間を要することになるだろうね。また、F-35 ライトニング 2B 型を艦載機として運用可能とするためには、物理的な航空母艦化改修の完了だけでなく、なぜか各艦艇が個別にアメリカ本土のノーフォーク海軍基地に出向いて適合テストで認証を得なければならないんだよね。しかも出航準備と並行して航空自衛隊では F-35 ライトニング 2B 型の調達を進めており、現時点では総数で42機が導入予定とされ、2023年度の防衛予算案の中には同期の8機分の調達費用約1435億円が含まれているんだ。予算上では2020年度から2022年度までの合計で、F-35 ライトニング 2B 型の調達は12機だったため、2023度の8機分を追加して、ようやく20機分の予算が確保された状況だね。最初の F-35 ライトニング 2B 自体の配備に関しては、宮崎県のニュータバル基地を候補地として、2024年から開始される運びになっており、それ以後は STOVL 機を活用した、出雲型護衛艦への発着艦テストも逐次開始されていくだろうね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。